はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきたいと思います。今回はダダーン、新しい銃ですね。 M60 マシンガン、これ拾ったんで。つかさ、今まで使ってたスナイパーもタクティカルアサルトライフルもなんだかんだティア5なんだね。じゃあこれと同等かっていう、まあ見てみよう。ダメージ83です。まあ2倍ぐらいあるんだね、やっぱりな。あ、見て、フルオプションつけて 87.5 だって。で弾倉45じゃん、もう圧倒的だよねこれ。弾倉は60なんで、でラウンド分440、うわレートも早いこれ、マジか。ちょ、撃ってみようぜ。まず試しに撃ってみようぜ。リロードはさすがに遅いよな。意外とそこまで遅くねえな。アイアンサイト欲しいが、こうなったら。あ、待って、トレーダー行く必要なかったよ。多分大丈夫ね、クエスト受けてるもんね。オッケー。あ、強い強い、これがあれば。あ、俺これ俺バストつけてねえよな。タタタン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 ってなんだこれ。まあ、リロードは早いよな、さすがにな。あ、めっちゃ強いじゃんこれ。あ、もうコッキングは確実にするんだね、残ってても。この鉄のアイアン邪魔だな。真ん中の棒だけでいいのにな。まあ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 、まあ、っていうわけでカスタムしていこっか。これは 85.7 ね。 85.7 よいしょ、 85.7 よし、 111.1。 あ、もういい最高です、それ。いいね、90発入るよ。ドランマガジンさすがにいらんよな。リロード遅くなるもんな。まあ、どれぐらい遅くなるか見てみるか、まず。まずそれぐらいか。お、あ、これマズルフラッシュ消したいな。これマズルフラッシュ消したいね。先端になんかつけるのありだな。あ、そっか、これサイレンサーとかつけてねえんだ。なるほどな。あの、とりあえずドラマガジンつけてみます。あ、確かにちょっと遅いな。もうなんかゆっくりみたいな感じだね。120発でけえな。120発でけえよな。ゾンビ来た。強い強いぞ。でもこれあれだね、ちょっと使ったからリロードしとこうかっていう雰囲気ではないね、こんなに遅かったら。うわ、でも迷いレベルだな。スムーズ。90発か120発か。120発でいけんだよな。とりあえずサイレンサーつけてみるか。サイレンサーとかなんか、マズルブレーキってなかったんだっけ、うちないね。まあサイレンサーつけてみるか。前回作ったんでいろいろと。あー、待って、燃料タンクって持ってる？持ってなさそうだね。余ってもいないよね、多分ね。タンクも作っとこうか。タンク作ろう。どでかいやつ。ダクトにポリマー鉄。ダクトにポリマー鉄。あ、鉄いくらつくか忘れちゃった。
ポリマ。やべ、ちょっと遊んだだけで弾もこんないなくなっちゃった。いや、これあれだな、多分。マガジンの中に入ったせいで弾が、だいぶ減ったように思えてるだけで。実際そんなに減ってないはず。改造する。ここ、こんなん入れた方がいいのかな。レーザーどう？緊急時の発砲。これ多分取り出し時ってことだよね。あ、撃てねえわ。行くよ。左クリック押しながら持ち替えてみるか。あ、持ち替えないんだ。へえ。結構早かったくね、今。ちょっと離したら持ち替えるんだね。なるほど。よし。あ、リロード。リロード。あ、死んじゃった。いきます。もうちょい。わからんですね。わからん。どこに飛んでってるかもわからん。雨降ってるから余計にわからん。よし、じゃあこっから撃ってみるか。あ、ちゃ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 。こうやってこのぴったりを狙って、いや、そんなに悪くない気がするけどな。レーザー必要かって言われたら必要ない気がするよな。あ、持ち替えめっちゃ早いかも。あ、持ち替えめっちゃ早いかも。あ、持ち替えめっちゃ早いかも。ちょ、一回、ガチャガチャやってみる。わからんか、これじゃ。タン。タンタン。タンタン。わからんな。わからんレベルか。でも確実にあれだね、手に持つまでの時間は早くなってるよね。え、構え終わるまでの時間。わからんな、しかし。これぐらいだったら火力上げた方がいい気もするよな、この部分で。エイムしなくていい説あるか、これ。待って、エイムしなくていい説あるわ。ちょうどこの樽とこの木の隙間ぐらいね、今ね。そんなもんだよね。改造。あ、広がったね。だいぶ広がった。これレーザー必要だわ。一回り広がったわ。一回り広がった。これレーザー必要です。だってもう、どこぐらい。なんか分かりやすい幅ないかな。ここら辺行けば。もうちょい。これぐらいだよね。これ今、ブロック一つ分ぐらいだよね、幅。ちょうど、どっちか隠れたどっちが見えるんで、いいぐらいです。なんで、これでレーザーつけてみよう。
ほら、半分まで言わないけど、幅に対して、4分の 1?3 分の1ぐらい減ってる。3分の1ぐらい減ってるんで、これはつけた方がいいです。間違いない。次。これなんだっけ。射程距離、命中が、緊急時の取り出し、取り回しが難しくなります。取り出しが遅くなるらしい。でもダメージが128って書いてあったんだけど、あれ変わらんな。何がどうなるって書いてあるの。もう一回読もう。射程距離命中精度が上昇します。わからんよな。大してな気がするな。ちょっと大してですね。変わらんす。サプレッサーでよくねっていう話よな。サプレッサーでいくか。これでマズルファイヤー見えなくなったら最高だけどな。大して変わらんか。大して変わらんな。マズルから出てないまであるもんな。マズルより手前からマズルファイヤー出ている。この火が消えるなら、あ、ダメだ、ダメです。なのでこれはサイレンサーで良さそうだな。サイレンサーでよくって、多分もう通常の掃討戦で使えるレベルまで来てるかもしんない。これドラムマガジンつけてんだっけ俺。ドラムマガジンつけてる。フォアグリップね。有効距離は？有効距離30に対して47か。で、65。あ、これ狙っても変わらないわ。この銃移動しても広がんないわ。そんなことね、全部だったわ。これだけ狙いましょうの武器か。もう腰で撃っていいよみたいな銃だね。これいるかな、こんな逃げ撃ちなんのかな。いや、これだろ。まずこれだろ。やべえの間違いなくこれだよな。なんならどうする。そしたらもうこれマガジン切っちゃう。マガジン切ったら60発。いや、60だったらこれでよくねってなるもんな。レートも早いし。マズル切るか。マズル切って逆にもう起こして戦うぐらいのノリにする。違う。あ、強いかも。でもこれな、普通ゾンビなんだよな。強いかどうか分かんないんで、グローブは持ってるわ。じゃあもうランボーしに行こっか。夜の間に決めました。ランボーしに行きます。ランボー整備にしよう。改造する。もうこれ切ります。マガジンで行きます。マガジンで。でサイレンサーは一応念のため持ってこ。ちょ、ランボービビリだから念のため持ってこ。ビビランボーでいこう。ビビランボーでいこう。これしまいません。しまいます。その代わりビビランボーは今日は遠距離ダメージアップでいこう。
紅茶を使いの、もう2スタック、2スタックちょい持ってっちゃう、2スタックちょい持ってっちゃう、入らない、こっちじゃないな、こっちだな、3スタック持ってっちゃう、3スタック持ってって夜の間にランボーで制圧作戦しよう、あっちで。よし、オラオラでいきます。で、やばそうだったらあれでいきます、レコグだっけ、あれ発動して突撃しよう。いや、ティア5ランボーできるのか、本当に大丈夫か、サイレンサーの方がいいか、さすがに。キーン、ちょっとビビっていい？ちょっとビビっていい？これもしかして初めてのところ？あ、違う、いつものところ。大丈夫大丈夫、知ってる。これもしかしていっぱい来る？大丈夫？よいしょ。これどうしよっかね、一回行ってこよっか、やっぱり。ケチ？欲しいもんな、今。欲しいんで、ちょっとお出かけしよう。あんまり良くないけども。ここ一回来てるから、一緒だって。ゾンビいるんじゃん。よし、もう一回来たら一緒だから。よいしょ、一回来たも一緒だから、なんならほっから行っちゃう。ハゲタカいそうで嫌なんだよな、ハゲタカが嫌い。もう一枚下がったハゲタカ多分飛ぶな。いたよね、今いたよね。よし、2匹やった。 OK、 よしほいっと。こっちの上はゾンビいないよね、確かに。 OK、 こういう時に限って弾が追加で補給できないとな。よし、撤収。あ、撤収じゃねえわ。今からクエストだったわ。ランボーするんだったわ。よいしょ。OK。OK。おお、いたいたいた。腰ダメダメだな、この武器、ほんとに。スクラップでいいだろ。これオーガ持ってくでしょう。この3つは持ってこっか。で、ドローンで帰ってこよう。ちょっと弾持ちすぎ？弾持ちすぎか。よし、行きます。ランボー。お、敵が来た。ダダダダダダって撃つんで、撃ったらどうなるかというと、ゾンビがさらに来ます。うわ、朝なっちゃったって、遊んでたら。うい、警察官。うい、強い強い。楽しすぎる。やばい、これはハマるかもしれん。この制圧、弾何発持ってたかちょっと
計算しとけばよかったな、ちゃんとな。こんだけ弾使ったかっていう。何スタックあったっけ？ 3 スタックぐらい持ってきたっけ？今まだ、まだ、あ、まだちょうどこれぐらい、3スタック持ってきたってことにしよう。なんで、450、え？ 300、450プラスマガジンってことでいこうか。よいしょ。450プラスマガジンできましたと。どうしようか、これ。これちょっとあまりにも本多すぎるからさ、一回置いてこようか。もう朝なっちゃったからいつでも一緒だろっていうことで。一旦置いてきます。これ金になるから。よいしょ。今日はいつもと違ってオラオラスタイルでクエスト行ってみよう。あの感じだったら倒せる気がしちゃうもん。なんならこっち飛び降りて戦闘行ってもよかったのである。ういーういーういー、うおー、楽しい、楽しいんだけど。今の戦闘で何発使ったの？ 93、 120だっけ、まあ、90だとして10、20、30発やばいやばい消費が早すぎて一瞬で溶けてなくなりそう。まさかのティア5400発あってもクリアできないとかありそうでちょっと怖くなってきたわ。どこだ、セイキルト。セイキルトはどこですか。この感じだとあれ壊しな、壊さないといけなさそう。うん、壊さないといけなさそうだね。ここはセイキルトっぽい。でも銃一本で済みそうな雰囲気は強いな。SMG 持たなくてよくなる。でも SMG のいいところはさ、逆に弾使い切っても別の弾種だから持ってるっていう、そういうところなんよな。無駄打ちをちょっと控えて最低限ぐらいで。この銃の良くないところはレーザーポインターが意外といいところに当たってない可能性があるっていう。だレーザーポインター見るよりも普通にもこの十字のサイトを見ていった方がいいかもね。右からも来る。ちょっとケチり始めちゃった。指切りし始めたもんね今ね。タン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 つって。な、一匹何体何発必要かが分かってくれば意外と節約気味に戦えるのかもしれないよ。湯が抜けるこれ大丈夫。おっと、これさ、あれが強いね。ノックバックが強いわ。ゾンビが倒れてくれる。あの、なんて言うんだろう。ノックバックで合ってるか。衝撃？重い、弾が重いっぽい、どうやら。どうやら弾が重いっぽい。これこっちルートで合ってんの？中俺、ショートカットしてない？大丈夫？これ殲滅？殲滅だよな。うわ、俺ショートカットしてそう。下の広間やってないって。うい、楽しそうこれ。
うい。うほー。63発。まだ半分残ってる。まだ半分残ってるの強いな。わお。これだったらさ、この前の俺が大量発生と間違えたクエストあるじゃないですか。あそこの最後のエリア突っ込んでも耐えてるんじゃね。そんな気せん。この布高えんだよ。これこの布熱いな。チェンソーやっぱ持ってきた方が良かったか。ガラスまで取っちゃった。よし。こっちの上は？あ、上閉まって。あ、じゃあ正規ルートだったっぽい、どうやら。どうやら正規ルートだったっぽい。どうする？もういらない鉄。いらない説ある。うわ。もう今、銃撃って壊そうかと思ってたもんね。クマちゃんの頭拾った。クマちゃんの頭拾った。よいしょ。スポットライト付き。正規ルートはどこですか？ここで良さそうですか？さっきと同じかよ。ゾンビなーし。お、金庫だ。開けてないな、ここの金庫多分。気づいてない気がするね。ボイスオンになってます。大丈夫です。いや、前回の最後に銃で遊んどくべきだったな。序盤で、ちょっと関係ないことやりついたよね。まあまあまあ。お、クロスボウ持ってたかな。待って、もうさ、敵終わりっぽくない？マーカーがついちゃってるんだけど。赤がついちゃってる。違う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 、これこれこれ。もうちょっと、もうちょっと遅くてはない。これチェーンソーだったね。取ってごとできるのにね。よいしょ。これって改良のルートってことなのかな、今のところ。そんな気せん。あー、ハゲタカカートは、なるほど。え、ハゲタカにしては多くない？ハゲタカうざいんで、さすがに。よし、あと1体ぐらいじゃない。ここ飛びたくねー。よし、ここ引きたくねえな。うお、今ジャンプできる。おい、無理だ。これも、これも無理です。ごめんなさい。ビビりです。すいません。無理。今進もうとしたら滑ったから俺も無理。逆だったわ。向こう行くべきだったわ。よいしょ。進もうとしたらさ、乗れずに滑ったわ、今。心折れました、それで。よいしょ。おいしょっと。いいね。うわ、サクッと今。これいくつティア？あれ？これ。待って、俺。ん？ティアいくつのクエストだ、これ。合ってるよな。あ、ティア4の建物で大量発生だからティア5。ってことか。はぁ、元取っちゃった。まさかの元取っちゃった。だって2スタック残ってんじゃん、まだ。うわ、元取ったわ。え、元取れるんだ。え、ちょっとそれ意外。え、お釣り来ちゃうよ、これ。つか俺チェーンソー持ってきてた、しまったつもりだった。え、50%アップなくてクリアできたんだが、普通に。
しかもお釣りまで来たっていう。ちょっとびっくり。170。読んでたわ、このドローン。22はもうスクラップでいいか。よいしょ。やばい。やばい。このティアのクリア速度がめっちゃ速くなった。これだったら、なんか普通にいけるよね。さすがにここで出ないのか。仕事をする男もほらポケット解除。テレン？テレンなし、なし。なしか。あ、チェーンソーにこれつけられるんじゃね？あ、じゃあなんで持てないの？紙だ。チェーンソーになぜかハンマーがつくっていう謎仕様。よいしょ。まだ持てねえ。よいしょ。うわ。22、176。まあまあいい値段するよな。ネットチェンジでいっか。また言ってよ、バトンパーツ。いい値段するんだよな、これ。これチェンジでいっか。撤収。撤収します。もう持てないよね。OK でーす。撤収。よいしょ。 OK。 おバイクどこ？バイク向こうだって。逆だったな、降りるところ。これやばいか、さすがに無理？届かなかったわ。移動しながら戦えるの強。移動しながら撃てるの強。鍋いらな。移動してもさ、見て、サイトが、対して、広がらんっていう。あ、まあ、これも一緒か。これも一緒だったわ。走らん限り。もうちょいなんか閉まらんかな。ストックって2種類つかないかな。ちょっと見てみるか。三角のアングルつけたら実は小さくなったりするかもしれんし。よいしょ。これはちょっと欲しい。これかな。鋼鉄アームなんか使わんだろ。撤収。まさかまさかのティア5をやったのに30分かかってないって、やばい。これあれだね、時給が上がったことによって弾消費、一見弾消費してるように見え、弾時給の弾増えてるんで、実はこれいいです。これプラスです。消費えぐいけど、これ消費えぐいけどプラスです。なんならアイテム整理の時間の方がマイナスですまである。ちょ待って、マジでこれアイテム整理大変なことになってない？防犯カメラのバンドまんま入れとくわ。クロスボウさすがに多くね？スタンバトンもレベル、これ売ろっか。弾がさやばいんだって。でもう1スタック持っていこうか。これまあ4スタック持ってってちょうどどうなるか様子見てみるか。もうチェーンソーいらんよな。サイレンサーもいらないな。もう堂々とやってしまう。アングルグリップ。グリップ。フォアグリップ。あれ？もう一個なんかグリップ系なかったっけ？フォアグリップ。ないか。勘違いか、俺の。
なんか三角っぽいグリップ持ってなかったっけって思ったんだけど、マズルブレーキいる？跳ねないしな。反動軽減跳ねないからいいよな。あ、これは？これもついてるんだっけ？ついてた気がするから一旦これは見送りで。照準合わせであって緊急時の発砲における照準が合わせやすく、照準を合わせる時の精度と扱いやすさ、よくわからんのよな。武器の扱いやすさ、精度、移動時の、これが大事だな。移動時のって書いてるのが大事だな。移動時の緊急の武器の扱いやすさだ。これ移動時ついてないんでいらない。弾薬パーツ、これショットガン、これショットガン以外も反映されんのかな。胸や足の鎧に装着、もうなんならさ、なんならこれ2丁持てばもう何も怖いもんないだろうぐらいの、そういう話にならね。何がついてんだっけ、ストックついてんだっけ、ついてねえな。でもストック、いや緑のいらん気がすんのよな。おーし、チェーンソー前回作ったって、やめてくれ、物欲センサーやめてくれ。チェーンソー悔しいからもうチェーンソーもらって売っ払ってやるわ。え、チェーンソー一本売ってやるよ。おい、危な危な、もっとついてるの売らんくてよかった。あー、また買い取らんよな。ウォーターボトルいらない。ウォーターフィルター買っとく。あ、まあ今度値引きして買おう。値引きして買っちゃおう。ダイナマイトってなんだっけ、ダイナマイトってブロック破壊だったよな。買っちゃえ買っちゃえ買っちゃえ。なんかハイパワー弾だとかちょっと魅力感じ始めてる。あのなんかハイパワー弾緊急時の武器に詰めといていいかなとか思い始めてる。アーマーピアシング、待って、アーマーピアシングとかハイパーバン、どっちがいいの？ハイパワー。ホローポイントなんだよ、俺だ。ハイパーじゃなくて、多分、HP 弾って。ホローポイントつって、こっちに切り込みが入ってるやつじゃないの。体の中に入ったら、バラッバラになって、大ダメージ与える的なやつ。ハイパワーじゃないと思うんだよな。より多くのダメージを与えられますがって書いてあるね。遠距離ダメージ52の35。うわ、比較対象おらん。47。どちらかというとアーマーピアシングの方が欲しいよな。頑張っ、クエスト、はい、すいません、クエスト受けるの忘れてました。仕事あるか。さあ、DF5。Friend、シャムウェイ。クラッカーブック HQ。これ、アマゾンだな。ラストストサンセット。これ、前回やった。シャムウェイ。じゃあ、一番近いショットガンメサイヤ行こう。ショットガンメシア。あれ、売ったっけ、アイテム。売ったよね。売ったけどいっぱい買っちゃったんだ。なるほど。売ったけど買っちゃったと。監視魔を。弾入らないよね。入ったー。で、リペア系はいらない。燃料 OK。バトン売っ払おうぜ。なんか売れたかな。売れねえな。何なんだこれ。何だこれ。
じゃあスタンボトンめっちゃ安く出してみるか。これで5割引き 80% 引きだって。453、よし、行きます。まさか TR5 1日に2箇所行くことがあるなんて。あ、待って、俺さ、そうだよね、そうだよね、バイクに詰めたよね、忘れてたわ。バイクに詰めたの忘れてたよ。よいしょ、もう一回行きます。ちょ、トレーダーに売ってこよう。トレーダー買い取ってくれるかな。そう考えたらここの拠点めっちゃ便利なんだよな。ジェンさんちさ、ちょっと距離あったよね、俺が拠点に拠点予定してる場所から。帰ってくんね。もういいよ、ファイヤーも、ファイヤーもいいよ、買い取って。よいしょ。そうなんだよな、ジェンさん拠点予定地から結構距離あった気がする。裏のあの、なんていうの、裏のスペース、駐車場挟んであれがあった気がするよね。うーん、いらない。ショットガンとか、ショットガン使わんからいらんけど、売っ払うか。ショットガンタレット使うか、なんなら。チェーンソー入れとこう。チェーンソーいらないよ。よし、今度こそ行きまーす。もうちょっとバイクに残ってるのは、引き継ぎで。1日に2件 TR5 を行くっていう荒領事。いや、ここの TR5 やべえんだよな。しかしそう簡単に行かねえぞっていう。うーわ、もうちゃんとやばそう、ちゃんとやばそう。行きます。ちゃんとやばそうだから弾持っていくか。開かない。ちゃんとやばそうない。弾持ってきます。多分これ俺使うから持ってきます。レッツゴー。あ、待って。変わってる。入り口調整入ってるってことはこれ。内部改造入ってる可能性あります。あれ、待って、俺フラッシュライトがない。レーザーサイトのオンオフしかできてない。死んでなかった。まだ死んでないのお前な。よし。お、なんかあったね。メガクラッシュ。もうなんならさ、最速でクリアしたいからさ、あ、ブツブツ交換だこれ。あれだと思った。経験値アップかと思った。最速でもう走り抜けたいから食って経験値アップのために走るかとか思ってたのに、残念ながら。やばい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 、絶対やばい。ういー、おい、後ろ。今のゾンビ急所に当たった気がすんな。よいしょ。やば。リロードしとくか。40発で始末できた。いやない、一層だしな。うわ、鍵がある。ご飯食べとっか。ここ何？なんでもない。ちゃんとこれ。ああ。
待って、おい、やばいことが起きてる。外貞子来てない？気のせいか。銃撃ちすぎて貞子来てるかと思った。気のせいっぽい。これでさ、胴体一発で生きたよな。なんで死んでないのお前。この赤マークマジ良くないよな。赤マークのおかげでさ、敵は死んでる確認できるから楽すぎるんよな。死んでなかったわ。死んでないわ。 OK。 もう一発なんてどうでもいい的な感じになってる。こっちじゃない、どっち、こっちか。今何、お、自販機があるよ。おお、いっぱい入っとる。じゃあ廃品回収じゃないんだよな。物々交換でもない、でもない、ショック範囲でもない。ないわ、ないわ。あった、これ使います。6分でブースト。いらな、生きてた。素晴らしい。素晴らしい。持てるかこれ。まあ最悪開けるだけでいいのか。開けるだけで持つのは後でみたいな、そういう方法もありだよね。よし、このスクラップしとこう。読んで、これスクラップ、色した？いらないか。起きろー。色しといた方が分かった。ちょっと敵多いことにビビってケチり始めてます。変なの乗っちゃった。ちょっと待って、一旦あと10発。リローディングな、間に合わないさあビリビリの間にリローディング間に合うのか。間に合うんだ。じゃあ、あ、チャージしときたかった。チャージされてたわ。いや、リローディングは大事。よくわかったんだな。リローディングは大事。え、追加の弾ねえじゃん。あれ何よ、なんか壊してんのブロック。持てない。これスクラップ、これ捨てる、これスクラップ、このスクラップ持てない。よし、多分倒した。よし、いっぱい出てきそう。走ってくんな。え、外しすぎ。まだ生きてる。肩の上打っちゃう癖があるな。頭狙おうとしてたら。リロードしながらも走れんのかな。これこっちでいいの？ルート。ちょ待って。セキュリティチェック入ります。
多分あっちで良さそうだよなこれ。窓に飛び移る系だよなこれ多分。あ、やばいね、犬も来るね。一匹ちょっビビってる。ちょっ足抜けちゃった。近接で通り抜けるゾンビに弱いね。もうあさらない、今の欲しいかなさすがに。でもいらんやつを詰めて帰ろう。バトンパーツとかもスクラップでよくね。無理だ、弾もスタックできるわ。待って、やばい、もう弾がこんだけしかない。あ、じゃあ無理かも、弾足んないかも。ちょ無理だ、さすがに無理か。だって俺さ4スタックってことは600発プラスマガジン持ってきてるはずなのに、もうこんなにないってことはちょっといやまずいよね。もう3分の1消費したっていう。なんか火力上がる系ない、ないな。うわ、ここまだなのに。まだ生きてる。よし。今ので2発出るからな。ターンって。まあ、それがいいまであるけどね。よし。スイッチ。わ、待って、下がれない。よいしょ。オッケー。オッケー。ノットオッケー。忘れるなし。なんで？生きてんの？落ちたな。死んでるか。あいつに無駄打ちしすぎたかも。いや生きてる、誰か通り抜けた。だる、うわだる、誰か生きて通り抜けたわ。うわだから嫌いなんだよなここ。どこ行ったん？ここかな？ここっぽいな。よし。リロディンな。あれ？ちょ待って。こっちか。これ外のゾンビだよね、巻かないから。うん、村報道来ても不思議じゃないからな。弾が違うんだよ弾が。俺が欲しい弾これじゃないんだよ。これどうすんの、
真ん中通る。よいしょ。こっちが正規なんで、あっちの部屋はチェックしていこうか。部屋なし。こっち何？よし。ちょ、うるさいからあいつやっとくか。さすがにこれだな。音が混じって困るからね。ここっすね。あー大変だ。死んでる。イエーイ。リロディン。リロードキャンセルの方法あるかも。チェックしないとな。落ちちゃった。ジャンプ力が足りんかったリロード中で。よいしょ。1個だけか。これ。よいしょ。いっぱい来そう。じゃあこれサイレンサーだな。こっちはどうでもいいや。待て待て、やったわ。だいぶ無駄打ちした。やったな。今のところ5、60発打ったんじゃない。足りねえ。絶対持ってきすぎでしょってみんな思ったでしょ。俺も思ってたんだよ。足りない。これ足りないっす。弾まさかの足んないっす。え、どうしよう。これ最後の最後のポイントのためにさ、残しておくべきか。あと1枚か。無理だな。これ無理だ。ちょっとこっちでいきます。最後の最後のところに残しとこう。最後のエリアで火力あるのが欲しいよ、さすがに。燃えとる。よし、ここ来たね。一旦降りよっか。どこがいいかな。ここが分かりやすいか。よし、ここだな。ここ多分登れるでしょう。バイクに弾入れとけばよかったな。よいしょ。オッケー。撤収。撤収じゃない。継続。登れなさそうだね。よいしょ。ミスった。オッケー。待って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 。こんなに倒したのに15発で済んだんだって。18発だ。やべえじゃん。もう足んないじゃん絶対。18発しか入ってないよ。終わってんな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 。いっぱい降ってくるやつやんこれ。リロディン。しかもさ、銃ももう削れてるし、ほんともう最後用の装備よな。行くしかないよね。さあ来い、かかってこい、いっぱい。
こんなもんか。さすがに、さすがにこんだけあったら壊したくなる。さすがにあったらこんだけ壊したくなるって。大した量出ねえのか、これ。出ねえかも。廃品回収を発動させてからがよかったのかな。よいしょ。どれだ、これか。何このスイッチ。ビビるって。やば。ビビるってそれは。それ。それはビビるって。面白。面白。よいしょ。え？入れないの？マジ？え？何を？おお、カバンか。なるほど。うわー、ここで弾補充したかった。弾補充、うわー、そうだ、落ちるんだって、落ち。危な。面白。おう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 、あ、これ売っちゃった、売っちゃっちゃ、どんどん弾が減っていく。待って、なんかいるな、正面な。よし、リロードしとくべき、一発でもしとくか。これゾンビ出てくるよね、確かね。これ右いたっけ、覚えてねえな。これいっぱい来る。待て待て、俺落ちるなよ。よし、落ちずに済んだっぽい。弾が欲しい、弾が欲しい。これさっきの階段に変える感じだね。どうしよう、ちょっとだけ漁るか。あれ、これさっき通った？いや、通ってないな。あそこにゾンビがいるわ。第二射撃場みたいな感じか。やってるな、経験値もらえてるってことは。死んでるかどうかは分からんってよ。よし、さすがによ。さすがにこんだけあった弾補充できるだろう。射撃場に弾を置いてないなんてことはないだろうな。頼むよ。頼むよ。おい。おい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 。振りじゃないぞ。振りじゃないぞ。おい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 。マジか。47年いらない。頼むぞ、マジ頼むぞ、ここマジ頼む。思ったより時間かかってる。まあ、ダメージ食らってんじゃん。ご飯食べよっか。ガッチャ。15個あればさすがに開くよな。待て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 、やめろ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 。屋上でも多分使うんだから。あ、よし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 、ご飯食べて。頼むよ。おーい。もしかして、あ、さすがに何も材料持ってねえか。火薬出たから現地生産始まるとか思っちゃった、ちょっと。
さすがにバレットチップとかケージングとか、あ、ロックピックが回収できた。え、弾ないの？マジ？射撃場、弾ありませんでした。マジか。マジか。まあやっぱそうだよな、そっちから落ちるよな。犬来る。オッケー。下に落ちたのがバカすぎて。あ、登ってきてはちゃんと。倒したのか今の。リロードしながらますか。オッケー。やばいです、弾がないです、弾がないです。そしてシャッターがあるってことはさ、またまた大量発生来そうだよな。ショットガンメサイヤなのになんで弾がないんだよ。よいしょ。こんな銃器販売業者がえぐいって。犬。よいしょ。マッカが一個は動いてる。よし。えぐいって、夜になっちゃうって。何もないんかい。めっちゃやばそうな雰囲気してるし、何もないんかい。シャッターあるごとにやばそうって思っちゃうもんな。これどこ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 来たりしない？だいぶいぶされてるけど俺。オーマイガー、オーマイガー。今ハゲタカがいないから警戒してた。これ両方使わんといけないかも。あ、嘘だろ、外しすぎた。すげえ、300発で切り足りた。300発じゃないか、何発だ。60発だ。60発で切り足りた。ちょっとケチったのが良かったね。関係ないな。弾出ねえ。ほい。うちもいっぱいいる。あげたが来なければ OK よ。この外のところで戦う時さ、あげたが怖いよね、本当に。待って、あのゾンビ落ちないでよ。倒した？押してる。あの壁ってもう行ったっけ？夜になっちゃうんだけど。オーマイガー。よいしょ。SMG ってさ、何がいいんだっけ。9ミリ型なんか特殊効果ついてるだけだっけ。今のカバン開けるべきだったかな。いや、ここは行くべきだよな。死んでるかどうかわからんのかな。もうなんか特殊な場所漁るべきな気もするけども、そんな余裕はないっていう。よし。どっちだ。上だよな。上だよな、多分な。こういうこと？あ、そういうことだ。
よし。最悪だ。屋上まで間に合わなかったわ。え？チェストある？もしかして。気のせいか。なんもないよな。何月なんだっけ。一応120。あ、余裕じゃん。増えてるわ、ちょっとなんか。あ、増えてねえや。マガジンがあるだけど。まあ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 。つか、ここ。ここ落下のやつ持ってくれよかった。売ってたのにな。失敗したな。絶対いいじゃんね、ここ落下。相性最高だったのに。つか、布さっき捨てちゃった。あれ？ちょっと待って。それは困る。それは困るって。あ、こっちかな。合ってんのかな。あ、違う気がするけど合ってんのかな。よし、合ってたっぽい。これ窓割れそうなんで縁を走りますと。で、ゾンビが大量に来ると思うんで頑張ります。やっぱこうなったらこうだよな。さすがに。どれだ？どれがやべえゾンビ？こいつのここだよな、頭。待て待て待て、ハゲタカ。あれ？いた、警察官。このために残してたまである。よし、半分で済んだ。ふう、さすがに弾多い。多い。つかさ、武器さ、めっちゃ削れるくね？めっちゃ削れるよね、武器。ここまで繋がってんの？どういうこと？階段で帰れってこと？痛い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 。おわ、足折れたって。最悪だ。なんで殴られないといけないんだ今ので。足折れたって。布。なんだっけ、スプリントって作れないんだっけ、もう現地で。布捨てたしな、さっきなんなら。どっちにしろ材料足んねえまであるよな。うわ、布捨てなきゃ足りてた？いや、足りてねえな、7だったから。足りてねえな。まあ、いっか、6分だし。もう終わりだろ。弾がもう18発だって。もう使えないじゃん、そんな。あと1セットあるって書いてあるのに。オーマイガオーマイガオーマイガ。やばいやばいやばい。走って走って走って。もう関係ない。ハゲタカ犬。結局バトンが一番頼れねえ。結局バトンが一番頼れる。うわ、待て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 、やめやめてやめて。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。違う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 。待て待て。バトン。バトンイズゴッド。もう。なんで。弾どんだけあっても足りんやん、もう。
え、これちゃんと100発入ってた。100発入ってた。俺使い切ったと思ってた。勘違いしてた。あれじゃないです。いや、100発あったらそんな焦る必要なかったじゃん。俺も使い切ったもんだと思ってたよ。マジか。いやー、マジか。あ、もうつかない。オッケーでーす。え、待って、問題発生。クエスト終わってないってことはまだゾンビいます。まだゾンビいます。で、最後の最後にあそこでぶっ放して終わりにしましょう。ね。足壊れてんのに走らせんの？マジ？うわ。緊急キット置いとけよ。ちょ、マグナム弾作ったん誰？ジャンプしたくねえ。ジャンプしたくねえ。これブンブン振り回してたしさっき。マグナム弾とかいらんやん。あー、こっちか。階段でいいな。階段だったら 100% だし。よし。あれあれあれ。こう落ちるなよ。いい。ちょっといつもだったらジャンプして渡るところ足骨折してるんで、延長線入るの嫌だし。60発犬死んでる。さて最終戦行きましょう。あ、もうこれでフルブッパ行こうしましょう。100発打ち切ってもいいぐらいで。うぃー、終わりー。ふぅ、0時だ。リロードする弾も残ってない。はぁ、やばかったね。どんだけ弾使ったんだ。400発持って、あ、違う、600発持ってきて、まあ、壊しながらでいっか、これ。600、あれ？あの、600発持ってきて、マガジンに120発入るんだよね、確かね。だから720発持ってきて、80発残ってる。さあ、元は取れるのか問題。品質だね、なんだよ。ちょ、一旦ここにしまおうか。一旦ここにしまって、そっから、弾とか、元取りたいから。駒とか取ってみようか。どうせこのチェストは壊れないんでね、間違っても。はい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 。違うです。はっ！なんで？まあ、いっか。アサルトライフル卒業したらアサルトライフルのティア6が出てくるっていう。あるあるだよね。いらなくなってから出てくる。あるあるだよね、ほんとに。さて、いきます。てれん。うわ、赤字だ。弾大赤字かましたわ。え？弾何発大赤字かました？え、なんなら1スタックも返ってきてないよ。なんなら1スタックも返ってきてないよ。ま？それま？1スタックも帰ってきてなーい。一回 R で回収するか。で、どうせドローン出してさすがに行くか。つか、あれだ。足折れちゃったから。足折れちゃったから、あれができない。あ、待って。もう今日もこれで終わりにしましょう。一回こいつしまって。今日これで終わりにしましょう。で、明日、売りに行こう。あれ、これスタックできるんじゃね？あ、できるじゃん。実はスタックできるのもっと持ってるぜ。これスクラップでいいか。うん。まあ、全部持って帰って良さそうだね。この裁縫キット意外と持ってんだよな。
て帰るべきな気がする。バトンパーツ、ロボット砲台パーツ18は結構厚いね。で、これ改造してつけといて、あれ嘘だろ嘘だろ、8倍スコープつかねえの、マジつかない武器あるんだね、8倍スコープとか。あ、ほんとだ、スナイパーにしかつかないんだこれ。そうなんだ。 SMG 超遠距離射撃しないの、 SMG や LMG か。ライフルパーツいらないよね、いらないよね、家にいっぱいあるから。羽もいらないよね、髪いっぱいあるから持ってって。ダイヤモンドもいらないよ、ノコギリブレードだ、ノコギリ、あ、チェーンソーも置いてきたわ。バトンには何も武器つかねえもんな。こんなもんっすね、帰ろう。スクラップでも持ってっか、機械部品。よし、撤収。めんどくせえ。いや、ドローンで持ってくるんや。めんどくせえ。というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしましょう。次回、お家に帰ります。うわぁ、ティア5。ティア5ガチでやると、やっぱ、あれなんだな。大量発生の方がまだ緩いんだねっていうことが分かったね。うぃー。あ、待って、やった、俺。出にくいわ、こっから多分。このゲームって水に落下したらどうなるんだろうな。やめとく？やめとくか。水に落下したらどうなるか、ちょっと実験やりたかったけど、怖いからやめとく。よし、撤収。あ、エリマ、あれ？これまだ下がある。こっちは合ってるよね。入ります。足直ったんで、フラッシュライトついてこの明るさだからな。よいしょ、撤収撤収。 OK。 というわけで今日はご視聴ありがとうございました。次回バイクで帰るところからやるか。というわけで政治家でした。めっちゃ近かった、帰るところかやるかどころか近すぎた、近すぎてびっくりしてる。だからアイテム整理だけやっておきます。政治家でした。玉お赤チー、玉お赤チー。ひどいね、政治家でした。まだスタックもいっぱいできるし。